ってると便利、アボカドの冷凍保存方法のご紹介です。カットすると変色して傷みやすいアボカド、冷凍保存を活用すれば無駄なく使えて便利。冷凍したアボカド活用法もご紹介します。アボカド適量を用意し、切り口にレモン汁をまぶしましょう。アボカドの変色を防ぎます。サランラップを用意し、切り口に密着させるように包みます。ジップロックフリーザーバッグを用意し、バッグに入れてなるべく空気を抜いてジッパーを閉め、冷凍保存しましょう。使用時は冷蔵室または室温で自然解凍して使います。グラタンやスムージーなどに使うのがおすすめ。潰したアボカドにレモン汁少々を加えて混ぜます。使いやすい分量ずつサランラップで包みましょう。薄く均一に包めば急速冷凍でき、解凍もしやすくなります。ジップロックフリーザーバッグに入れて、なるべく空気を抜いてジッパーを閉め、冷凍保存しましょう。使用時は冷蔵室または室温で自然解凍して使います。冷凍保存しても色は鮮やかなまま、すぐ使えて便利です。冷凍保存を活用して無駄なく美味しい食卓を。サランラップ冷凍テクで検索。